ヒノキチオールは、シダーやヒバに含まれる不法は7ン間化合物で、方向属化合物の一つ。化学式は c 1 h 1 2 o 2で、IUPAC 命名法ではニヒドロキシマイナス6、イソプロピルシクロヘプタマイナス2、4、ロクトリエンマイナス1オン。CAS 登録番号は499から44から5。初めて発見された7ン間化合物である。 1936年に台北帝国大学教授の野添哲夫により台湾ヒノキから発見命名された。その後、ベースギの新材から発見されたベータツヤプリシンと同一であることが判明した。ヒノキ化に特有のトロポロン誘導体の一つである。樹木光のある無色内脂炭鉱色の結晶。沸点は1.33パスカル化で摂氏140度。 有点は48摂氏52.5度。アルコールに可用だが、水には美容。製法としては、ヒバ油から分離する方法と、ジシクロペンタジエンから合成する方法が取られる。香量としては、歯磨き剤やヘアトニックなどに用いられる。低毒性であるものの広い抗菌スペクトルを有し、抗菌剤としても有効である。クラミジアトラコマチスに対する抗菌活性や、 結晶のアラキドン32、立方キシゲナーゼを選択的に阻害することが報告されている。ヒノキチオールは幅広い生物活性物質を有しており、その多くが研究され、論文で解明されている。まず最も有名なのは、多くの細菌や真菌に対して、抗生物質への耐性に関係なく強力な抗菌作用を持つことである。具体的には、肺炎連鎖菌、 ミュータンス連鎖菌、黄色ブドウ菌、そして一般的な人病原体に有効であることがはっきりしている。さらに、クラミジアトリコマチスに対し抑制効果があることが示されており、外用薬として臨床的に使用できる可能性がある。最近の研究では、ヒノキチオールをアエン化合物と組み合わせて使用すると、ライノウイルス、コクサッキウイルス、 メンゴウイルス等の人に感染する数種類のウイルスに対し抗ウイルス作用を示すこともわかっている。さらに、数多くの生体外細胞実験と動物実験で幅広い抗菌作用に加えて抗炎症作用や抗腫瘍作用も有することが解明している。ヒノキチオールは TNFα や n f イト等の主要な炎症マーカーや炎症経路を抑制し、現在では 慢性炎症や自己免疫疾患等の治療の可能性が探求されている。ヒノキチオールはオートファジーの働きを誘発することにより、数種の主要な癌細胞株に細胞毒性を及ぼすことが判明している。ヒノキチオールがアエンイオンのフォアとして作用することから抗ウイルス効果が生じる。ヒノキチオールはアエンイオンが細胞に流れ込むことを可能にし、それにより、 RNA ウイルスの複製機構が阻止され、ウイルス増幅の阻害に至る。有名な RNA ウイルスには、人に感染する、インフルエンザウイルス、SARS、新型コロナウイルス等がある。研究により、新型コロナウイルスと多くの類似点を持った、別のコロナウイルスである SARS に対して、亜ンイオンと亜ンイオンのフォアの有効性が検証された。それにより、 アエンイオンが細胞内でのウイルス増幅を阻害し、その作用はアエンの流入に依拠するということが明らかになった。この研究は、ヒノキチオールとよく似た機能を持つアエン、イオノフォアピリチオンを使用し行われた。ヒノキチオールは化粧品、歯磨き粉、高校用スプレー、日焼け止め、育毛剤等の様々な消費者製品に広く使用されている。消費者向けに、 ヒノキチオール含有製品を販売する有名ブランドの一つがヒノキクリニカルである。ヒノキクリニカルは1955年に初めてのヒノキチオール工業用抽出が始まった直後に設立された。現在、ヒノキはヒノキチオールを成分とする18種類以上の商品を販売している。もう一つのブランド、リリーフライフはヒノキチオールを配合した。 オーラルケアシリーズの歯磨き粉で100万以上の売り上げを誇っている。他にヒノキチオールを使用している製品で有名なメーカーは大塚製薬、小林製薬、大正製薬、SS 製薬などが挙げられる。アジアに加え、米国やオーストラリアの消費者市場ではスワン・ソン社等の企業がアンチエイジングセラムやその他開発品にヒノキチオールの利用を始めている。 2020年4月2日、参加ンの大手メーカーであるアドバンスナンテック社は、アスタビタと共同でヒノキチオールを必須成分とするオーラルケア製品をはじめとした様々な抗ウイルス素生物を特許出願した。この新発明を取り入れているブランドは、ドクター・ジンクスと呼ばれており、同ブランドのアヤヒノキチオール化合物は2020年にリリースするとされている。 2020年5月18日、ドクター・ジンクスは、医療分野における殺ウイルス作用評価のための、定量的検水試験で、新型コロナウイルスの代用とした猫コ,コロナウイルスを5分に3.25をログ減少させたという結果が公表された。アエンは必須栄養補助食品であり、人体内の微量元素であるが、世界的には、人口の17.3%が、 アエンセ量不足であると推定されている。ありがとうございます。